明智が語る完全新作ソニックフロンティア勝手に大予想。おいしょ。はい、どうもソニック大好きでおなじみの明智ピロシキです。はい、サマランパイさんなしゃっす。はい、今回明智が語るのはソニックシリーズ完全新作、うん、ソニックフロンティア、こちらについてですね。はい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 、はい、まあ先日、トレーラー映像が公開されて、話題沸騰中なんですけれども、見ました見ました。はい、うん、こちらのゲームの現在公開されている情報をざっとまとめましたので、うん、まずそちらを、紹介していきたいと思います。はいはい、その上で、明智がこのゲームこうなるんじゃないかっていう予想と、こうなってほしいなという期待を、希望ですね、うん、こちらを喋っていこうかなと思っております。いいね、予想と期待だ。はい、皆さんもねそれぞれ思いはあると思うので、この今回の動画で、いろいろ議論を叩かせたいなと思っておりますので、楽しみにしててください。なるほど、じゃあ早速話していきましょう。はい、お願いします。じゃあまず早速、これまで公開されている情報のまとめということなんですけれども、はい、まずゲームジャンルからですね。ジャンルについては、アクションアドベンチャーと、アクションアドベンチャー公開されてますね。あ、一応なんか正式には未定って書いてある部分もあるんですけど、一応セガの公式サイトでは、アクションアドベンチャー最新作っていう、言葉が出てたので、アクションアドベンチャーということになってますね。なるほど。でこちらゼルダの伝説、ブレス・オブ・ザ・ワイルドと、はいはい、同じですよね。アクションアドベンチャーってジャンルはブレワイと同じ。そうなんですよ。なるほど。このゲームトレーラー見てもらった方は、おなじみだと思うんですけど、オープンワールドになるんじゃないかと言われてるんですよ。はい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 、だいぶ広大ななんか草原みたいなねフィールド広がってましたもんね。そうなんです。ブレワイもね、ゼルダシリーズ初めてのオープンワールドっていうことでめちゃくちゃ話題になりましたけども、そのブレワイと同じジャンルのゲームになるということで、ますますそこのちょっと比較みたいなのが、言われてるんですけれども、一応こちらのオープンワールドかっていうことに関しては、詳細は不明、まだ公式には言われてないんですよ。そうなんだ。なので、まだちょっと確実にオープンワールドになるかどうかは分からないんですが、その辺も含めて今後の続報に期待したいと。なるほど。いうことですね。続いて制作陣、こちらをちょっと話していきたいんですけれども、制作陣、はい、海外のゲームメディアの方で一応情報が公開されておりますので、そのソース元はちょっと概要欄の方とかにも貼っておきたいと思うんですけれども、そちらを元にちょっと紹介していきたいと思います。はい、お願いします。まずディレクター監督ですね、岸本盛夫さん。岸本盛夫さん、はい、ソニックチームおなじみのね、方なんですけれども。あ、そうなんだ。はい、近年で発売されているソニックカラーズ、ソニックロストワールド、ソニックフォースと、ここ最近の本編シリーズはもうすべて、こちらの岸本さんがディレクターを務めいらっしゃいますので。あ、そうなんだ。順当に、今作も、やっていただけると。なるほど。いうことですね。ド安定のディレクターということですね。はい、そうですね。岸本盛夫さん、岸本さんはねもともと別の会社にいた方なんですけれども、ソニックと秘密のリングという、Wii で発売された作品で初めてソニックチームに、合流して、そこで、プランナーとして、初めて仕事をされた方なんですよね。秘密のリングっていうのも結構その Wii っていう、プラットフォームで出てきたゲームで、ちょっと新しい要素みたいのをこう盛り込んだゲームだったので、今回もこうソニックに新しい風を吹き込んでくれるのではないかと、ちょっと期待が高まりますよね。頼みますよ岸本さん。続いて、プロデューサー、こちらのプロデューサーがですね、衝撃ですよ、川村幸子さんという方なんですけれども、ちょっと存じ上げなくてすみません申し訳ないんですけど、こちらの方、もともとはアートディレクターということで、その美術関係の仕事をされていた方なんですけれども、今回初めて、プロデューサーになるということなんですね。デザイン畑の人、どっちかというと。そうですね。で、シリーズとしては初の女性プロデューサーということで、ここもかなり大きく動いたなと。新しい風だね、ここも。かなり新しいですよ。なるほど。これは、今まではね、プロデューサーっていうと、ソニックシリーズのもう総合監督みたいなことをやられている飯塚さんが、ずっとプロデューサーをやっていたんですけれども、今回川村さんに大抜擢ということで。で、川村さんといえば、知る人ぞ知る情報なんですけど、
チャオ、チャオいますよね。ソニックアドベンチャーに登場していたあのマスコットキャラクターチャオ、うん、こちらの生みの親でございます。うそうなの、はい、チャオの生みの親。そうなんですよ。出た、はい、そうなんだ。もうね、みんな大好きでしょ、チャオなんてね。やっぱゲームキューブ世代ですから、ね、チャオは結構馴染みあるキャラクターだから、うん、そうなんですよ。それの生みの親なんだ、川村さん。そうなんですね。でさらにそのチャオのシステムっていう、うん、ソニックアドベンチャー時代にチャオガーデンってい う, こうチャオを育成するみたいなおまけ要素があったんですけど、うん、あのおまけ要素のシステム自体の監督も務められてた。だから絵だけじゃなくてちゃんとゲームのシステムも作ったのがこの川村さんと。うわすごい。いうことなので、まあ、かなり、まあ、その情報はファンとしてはね、かなり重要情報じゃないですかこれ。なるほど、はい、チャオシステムの生みの親川村さんがプロデューサーを務めると。はい、そうですね。楽しみ、はい、熱い展開来てますね、うん。で、続いて公開されている情報としては、うん、脚本ですね、うん、ここも大きいですよ。脚本か。ストーリーなんですけれども、うん、こちらイアン・フリンさん。イアン・フリンさん、海外の方、はい、うん、そうなんですね、海外の方なんですけれども、まあ、この方はですね、ソニックのアメコミシリーズが、まあ、長く続いているアメコミシリーズがあるんですけれども、うんうんうん、まあ、こちらの脚本をずっと担当されていた、お、いわばストーリーのプロ中のプロ。なるほど。ということですね、うんうんうん。まあ、日本だとねアメコミはあんまり馴染みがないかなとは思うんですけど、まあまあ、最近ちょっとこう翻訳されて、うん、出版されてたりもするんで、うん、まあ、本当にその辺興味ある方は、まあ、Amazon とかの売ってるし電子書籍化もされてるんでちょっと見てほしいんですけど、うん、まあ、日本としては多分馴染みがあるのはソニックフォースのプロモーションとして公開されてたウェブコミック、うん、があったんですね。ソニックチャンネルとかで公開されてたんですけど、そうなんだ、まあ、こちらもヤンフリンさんが担当していましたので、まあ、その辺で、あ、そうなんだってなる人はいるんじゃないかなと思います。ウェブコミックの人だっていう。そうですね、あのウェブコミックの人なんだみたいなで結構あのコミック見るとね、本当いろんなキャラクターが大活躍してて、過去のネタとかもすごい散りばめられてて、まあ、アメコミもそうなんだけど、本当にシリーズのもうずっと続いているストーリーをちゃんと理解して作ってるなっていう。おー、もうフルカブファンからもすごいすごい高評価されてる。なるほど。人なんですよ。こういう言い方すると偉そうですけど、ちゃんと分かってる人が脚本やるっていう。まあそうですね。なるほど。そうなんですよ。だからまあ今まで脚本はカラーズ以降は、ケン・ポンタックさんという方が、うん、まあ、メインで、進んでいたんですけれども、うんうん、まあ、今回そこが交代するということで、またちょっと違ったテイストになるだろうということが期待されますね。なるほど、まあ、ストーリーかなり期待しちゃう、まあ、明智も含めて多分そういうファンの人多いと思うんですけど、うん、まあ、今回そういう意味でもすごく期待ができるタイトルになるんじゃないかなと思いますね。なるほど、はい、で続いて音楽。音楽、はい、もうこちらはですね、うん、はい、まあ、ソニックといえば音楽みたいなところありますから、うん、こちらもう大安定大谷智也さんと。大谷智也さん、はい、もう近年のソニックサウンドのもう一番メインの方ですから、うん、まあ、ワールドアドベンチャーもカラーズも、まあ、ロストワールドフォース、うん、もう本当にずっと大谷さんがまあやれてますんで、ちょっとリッチなね、オーケストラサウンドとかもまあ含めてちょっとワールドサウンドみたいな要素もあって、まあ、新しいソニックのこうきらびやかな音楽を演出してくれた方ですね。なるほど、うん、でその大谷さんとタッグを組むのが T ロペスさんですね。 T ロペスさん、はい、こちらの方はソニックマニアの、うん、サウンドを担当された方なんですよ。そうなんだ。ピコピコサウンドというか、うん、まあね、ソニック、クラシック時代の、うん、サウンドを、まあ、今風にアレンジしてやってくれた方ですね、うん、これは音楽激アツだね、はい、さらにさらに、ま、さらにですね、ソニックロックと言えるような、あ、まあ、ロックサウンドですよね、モダンソニックといえば。まあそうだね、印象的かロックの、うん、このロックサウンドを、まあ、手掛けてきた瀬上淳さん。瀬上淳さん、うん、もうおなじみですよね、クラッシュ40の出た、はい、まあ、方ですけれども、リブ・エンド・ラーンでおなじみのそうです、ね、クラッシュ40、はい、まあ、ソニックのボーカルソングといえばね、クラッシュ40みたいなのありますけれども、うん、瀬上さんもあるメディアで、はいはい、ソニックフロンティアの曲を作ってますと、まあ、公言されてましたので、なんとも本当にオールスター、ソニックサウンドといえばみたいな人が全員集合していると。最高いうことなので、やっぱ音楽期待しちゃうところ大きくて、そうですね、はい、まあ、トレーラーではちょっとしっとりめのなんかミステリアスな音楽が流れてましたけれども、うん、まあ、やっぱりね、この3人が出てくるということは、まあ、今までのソニックサウンドみたいな、まあ、ロックの曲だったりだとか、ちょっとクラシックっぽい曲も、まあ、期待できるんじゃないかなと思います。楽しみ、盛り上がってきたね。いいね、はい、続いてプラットフォームですね、うん、どのゲームハードで出るのということですが、うん、まあ、PS5、うん、PS4、うん、Nintendo Switch、うん、Xbox シリーズ XS、 Xbox One、うん、そして PC、Steam
ですね。何でもできんね。もう全部マルチプラットフォーム、もう今の現行機全部できますみたいな。なるほど。感じですね。すげえ気合入ってんな。うん、で Xbox と、まあ、パソコン Steam はダウンロード1000倍と。あ、なるほど。いうことになっております。うんうん、まあ、この辺はね、まあいろんなハードで出るっていうのは、まあ、あのゲーム好きからすると、まあ、嬉しい反面、ちょっとグラフィック性能とか。まあ、最新の性能でいいんじゃないのみたいなところはちょっとあるかもしれないですが、なるほどね。まあ、ちょっとその辺もね、あのまあ広い人に楽しんでもらいたいっていうまあ気持ちの表れなのかなと思います、うんうんうん、で続いて言語対応、最近ちょっと発表された、うん、情報なんですけれども、まあ、ちょっとこちらの図を見てほしいんですが、おい、まあ、これだけの言語に対応すると、結構幅広く展開してるんですね、うん、今回ワールドワイド、うん、でちょっとトピックとしては、今回初めてソニックシリーズとしては韓国語、中国語でポルトガル語に対応するということで、だからまあアジア圏と、まあ、南米、うん、人口が多いところにもバチッとこうソニックの、まあ、物語をちゃんと伝えていこうよと、なるほどいうことなんですね、うん、幅広く言語対応でもかなり気合が入ってる感じだね。そうですね、まあ、今回しっかりそこにも当てていくってことで、うん、まあ、今後ワールドワイドに、ますます展開していこうということですね。なるほどね、はい、で発売日気になるところなんですけれども、うん、気になるよこれは、はい、こちら2022年冬、予定されております。あ、今年中に出るんですね。なるほどね、はい、まあこれ以上の情報なんですけれどもなるほど、まあね、今年は本当にもうゲームラッシュですから、うん、その最後を締めくくるホリデーシーズンも一番激戦区にぶち当ててくるというね。なるほどね、ことでもう本当にまあ任天堂からもいろんな話題作出ますけれども、まあ、そちらにも戦いを挑んでいくと。うわ、勝負に出てる ね、今年の冬は熱くなりそうだね、はい、生きていれるんですかね我々、ちょっと、ね、財布に注意してくださいね皆さん。ね、はい、まあ、以上、情報まとめということでした。はい、ありがとうございます。じゃあ続いては、うん、明智の予想と期待すること。楽しみだねこれは、はい、やっぱ生粋のソニックファンすから明智博之、ねね、が予想する、期待するソニックフロンティア、はい、教えてちょうだいよ。そうですね、まずはオープンワールドなのか、うん、ここですよね。これはやっぱ気になるよね、全員気になっているところだと思うんですけど、うんうん、ま、さっきも言ったんですが、うん、一応明言はされてないと、うん、いうことなので、うん、オープンワールドだぞということではないんですよ、うん、まず現時点では。なるほど、はい、で海外公式サイトでは、うん、オープンゾーンという単語が使われてるんですね。オープンゾーン、ちょっと気になる言葉なんですけども、そうだね、ちょっとニュアンス違うというか、うん、まあ、あのオープンワールドっていう言葉自体は海外でも普通に使われる言葉なんで、うん、あえてそのオープンワールドっていう言葉を使わずにオープンゾーンって言ってるところにちょっと引っかかりを感じるんですよ、うん、なるほど、もうオープンワールドならオープンワールドって言えばいいじゃんと、うん、だからちょっともしかしたら違うんじゃないかっていう予想が立てられるんですよね、うんうんうん、でゾーンといえば、うん、まあ、ソニックシリーズではこうステージの単位として使われてる言葉ですよね。確かに、うん、ゾーン1とか言うよね。そうですね、うん、だからもしかしたらだけど、その広大ではあるんだけれども、うん、いくつかに区切られている、まあ、複数のゾーンを冒険するゲームになるんじゃないかっていうのも、まあ、仮説として出てくるんですよ。あ、なるほど、うん、ほう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 、まあ、イメージとしては、うん、まあ、過去作ソニックアドベンチャーだったり、うん、ソニックのワールドアドベンチャーも、うん、あー、アドベンチャーパートって呼べるような、その自由に街を歩き回れるっていう場面と、うん、アクションパート、まあ、ステージをこう要は一直線に進んでいく、ゴールに向かって進んでいくっていうパートに分かれているっていうゲームスタイルなんですね、うん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 、だから今回のゲームも、まあ、ある意味そのスタイルに沿っていくんじゃないかっていう方が想像はしやすいんですよ。なるほどね。でそのアドベンチャーパートのところ、要は自由に歩き回れるところが、うん、もうオープンワールドみたいにめちゃくちゃ広大ですっていう、でその中を探索していくところで、まあ、ステージの入り口とかがこう点在していて、うんうん、でそこからじゃあ例えばだけどなんとかなんとかゾーンみたいなステージが始まるみたいなことでも、まあ、あるのかなと。なるほどね、うん、まあ、そっちのは想像はしやすいよね。そうなんですよ、うんうん、まあ、とはいえね、まあ、今回、うん、こんだけトレーラーでねオープンワールドになるんじゃないかって期待させておいて、うん、で実際まあ完全に新しいゲーム体験みたいなことをぶち上げてるわけですから、まあさすがにそれではねファンも納得しないでしょうとは思うんですけど、そうか、まあそうは言っても例えばですよ、うん、あのポケットモンスターの、うん、スイッチで出てたソード&シールド、うん、で、ワイルドエリアってい う, こうオープンワールドみたいな、エリアが出てきていたんですけれども、うんうん、なんていうんですか、オープンワールドっぽい世界なんだけれども、うん、そのゲーム全体ではなくて一部のエリアなんですよ。はい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 。で
他はまあ普通に従来型のポケモンみたいな感じでやってたシステムなんですけど、うん、そのワイルドエリアでノウハウを貯めて、うん、まあそろそろ発売を控えているポケモンレジェンズアルセウスというもう ほぼほぼオープンワールドみたいな、うん、まあ、このゲームも完全オープンワールドじゃないんですけど、うん、まあ、ほぼほぼもうほぼワイルドエリアみたいなゲームを開発したんですね。ということでこう段階的に完全オープンワールドにするっていう作戦を取ってるんですよポケモンは。なるほどなるほど、うん、なのでソニックも今回のフロンティアで、まあ、ちょっとアドベンチャーパートだけオープンワールドっぽくしといて、うん、でこの次に出てくるゲームはもう完全オープンワールドみたいなことも全然ありだよねと。なるほどね。思うので、まあ仮にねアクションパートと分かれてても、まあ、個人的にはなるほどねっていう感じではあるんですよね、うんうん、納得もできますし、うん、もしかしたらそういった将来的なところを見越しての実験的な要素なんじゃないかっていう見方もできると、うん、そうなんですよ。なるほどな、はい、まあね、あのステージの攻略順番が自由とかだったらそれはそれで全然新しいじゃないですか、うんうん、今までステージ1ステージ2じゃなくて、うん、このオープンワールドのどこか好きなところに行ってじゃあ砂漠のステージから行こうとか、うんうん、雪山のステージから行こうみたいなことは自由だったらそれはそれで全然新しいんで、うん、まあ、それもありかなと。なんかそれだけでも結構革新的というかすごい面白いなって思っちゃうんですよね、うん、なんか今聞いた印象だけで話すと今までの走るステージの感じって結構なんか入り組んでるというか、うん、なんて言うんだろうな、オープンワールドのあの無秩序な感じだとかなりなんか演出が難しいんじゃないかなっていうような、やりづらいよね気もしちゃっててね、うん、ソニックのまあ本当に今までのゲームを知ってる人だとオープンワールドでどうやってこれやるのっていうのがやっぱり来ちゃうんで、うんうん、そうだよね、まあ、今までのソニックのゲーム性も担保するんであれば、うん、やっぱりセパレート型にした方がそのアドベンチャーアクションを分けた方が作りやすいっていうのはまあ思っちゃうよね。そうだね、うんうん、とはいえやっぱ完全オープンワールドを期待はしちゃうんで、まあ、確かに、まあ、そこの期待を超えてくるのかと、うん、いや頑張ってくださいっていう、うん、どう転ぶんだろうね感じなので、まあ、そこもね本当にもうワクワク、どっちでもまあ本当に楽しみですね。そうだね、楽しみ、すごい、はい。でまあ、続いてじゃあどんな遊びになるのかなということなんですけど、うん、はい、まあ今話した内容も結構もう同じような内容なんですが、うん、やっぱり超ハイスピードなプラットフォームアクション、うん、まあ、これがソニックのアイデンティティじゃないですか、うん、結局はスピードだよ ね、うん、オープンワールドって言ったって、うん、まあ、単純になんか他のオープンワールドと同じような感じになっちゃったらつまらないなと確かに思うわけですよ、うん、で結構ねなんかブレワイじゃんとか、うん、まあ、ゼルダじゃんみたいなね、意見も出てますけど、うんうんうん、まああのねトレーラー見てその世界観が本当になんか大自然な感じで、うん、すごいブレス・オブ・ザ・ワイルドを彷彿させる、うん、ちょっとこう朽ち果てた遺跡とかがあってっていうのが、まあ、あったんで、そうだね、確かに世界観は近いかなと思うんですけど、うん、やっぱりゼルダっていうのはもともと謎解きとか、まあ、そういう探索要素っていうものに特化してたシリーズをオープンワールド化して、うん、でちゃんとオープンワールドの良さを生かしてそこを落とし込んでミックスして完成度高く作ったっていうことが評価されたゲームじゃないですか、うんうん、なのでオープンワールドソニックに求められるものっていうのはやっぱりハイスピードとプラットフォームアクション、うん、ここはもう絶対譲れないと思うんですよ。なるほど、うん、でまあまあ、プラットフォームアクションっていう言葉がちょっと難しいか、うん、あの要は足場をこうジャンプして進んでいくっていうようなアスレチック的なゲーム性ですよ ね、まあ、マリオとか、まあ、ソニックのクラシックシリーズとかはまあそういう系風じゃないですか、うんうん、でそのプラットフォームアクションの、オープンワールドっていうのはまあすごく珍しくて、うん、例えば、マリオ 3Dワールドのフューリーワールドっていうゲームがスイッチで出ましたけど、ほうほうほう、あれがまあ擬似的にオープンワールドのプラットフォームアクションだったんじゃないかなと思ってまして、まあ、自由に動ける区切りのないステージの中でマリオの従来的なジャンプアクションをしていくっていうゲームだったんですけど、うん、だからまあそれをさらに進化させていく必要があるなと。なるほど、あれよりもスピーディー であれよりも精密な操作もちゃんと求められてっていうのがまあ課題ですよね。あ、なるほどね。なんか偉そうに言ってますけど、いやでもやっぱりアイデンティティだもんね、うん、スピードっていうところが、そうですね、うん、そこがどうオープンワールド、まあオープンワールドになるか否か問題もあるけど、うん、そのスピード感っていうのをどうゲームに落とし込むかっていうところでね。そうなんですよ、うん、結構ねそのソニックシリーズでも過去にソニックトゥーンっていう、まあ、アニメ作品を元にしたゲームが Wii U で出てるんですけど、うん、あれも見方によってはまあオープンワールドっぽいあのプラットフォームアクションなんですよ。ただなかなかねスピード感を出すっていうのができていないというか、まあ、スピードはないですね、うん、はっきり言って な、うん、なので、まあ、ちょっとそこがやっぱり難しいんだろうなと。プラットフォームとしてスピードを両立させるっていうのは難しいんだろうなとは思いますね、うん、なるほど、うん、
であとオープンワールドに求められることとしてはアクションの自由度、うん、どこにでも行ける感じ、うん、あれは絶対必要ですよね。確かに、うん、まあ、ゼルダで言えばパラセールで空を滑空してみたりだとか、うんうんうん、まあ、いろんな乗り物に乗ってね、まあ、車に乗ってみたりだとかバイクに乗ってみたりだとかって、まあ、いろんなゲームであるじゃないですか。あるね、うん、陸海空も全部行きますみたいな感じがソニックでじゃあどう出すんだと。あ、ソニックは地上は最強ですけれども、うん、まあ、泳げない、確かに空も飛べない、うんうん、それでじゃあオープンワールド自由に行けるんすかっていう、そうだね、ことなんですけど、うんうんうん、まあ、これはね、うん、めちゃくちゃマニアックな話になるんですけど、うん、ちょっと過去のソニックシリーズでこれ使えるんじゃないかっていうのをいろいろ考えた時に、うん、まあ、まずパッと思いつくのはトルネード号ですよね。あ、テイルスと一緒に乗ってるあの飛行機だ、うん、飛行機、うん、まあ、テイルスが出てくるかどうかっていうのはまだ分かんないですけど、うん、まあ、ソニックもあの飛行機運転できますから、なるほど、まあ、乗り物としてトルネードがあっていろんな島を渡り歩くみたいなのは全然あっていいと思いますよね。飛行機か、うん、いいね、これで空はいけたね。そうですね、空はいける。でまあね、水上も、まあ、過去作であのホバーボートみたいな、なんかその水の上をこう走る乗り物に乗ったりもしますし、うん、まあ、単純にソニックがめちゃくちゃ速く走ってる時っていうのは水の上走れるんですよ。あ、そうなんだ。なんで、まあ、その辺でちょっとどうにかやるのかなとかは思ってますね。うん、あとは、うん、まあ、これもソニックトゥーンっていうゲームに出てきた要素なんですけど、うん、エナビームっていうそういうなんかアイテムがあるんですよ、うん、こうロープをピッと伸ばしてなんかフックにかけてこうロープアクションをするみたいな、まあ、そういうアイテムがあるんで、うん、まあ、それもちょっと逆輸入的にソニック本編に持ってくれば、うん、なんていうのかな、 3D 的なねダイナミックなアクションができるんじゃないかなっていう気はしてますね、はい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 、ワイヤーを使った何でしょう、うん、スパイダーマンみたいなこうアクション性というか、そうですね、うんうんうん、そういうのはありかなと思ってます ね、 なるほどね。あとはこれはもうあの完全に個人的願望なんですけど、うん、エクストリームギアですね。エクストリームギア、はい、これはちょっと知ってる人少ないかもしれないですけど、うん、ソニックライダーズっていう、あ、やったね、まあね、あの玉川とはね本当当時リアル友でまあやってたんですよ、うんうん、家に集まってみんなであの当時の友達と4人対戦してたレースゲームに登場する、うん、まあ、空飛べるスノボーみたいな、うん、あれ使えば空飛べんじゃねと。うわ、ボードアクションはこれやっぱりソニック期待しちゃうよね。ソニックのスタイリッシュなスピード感っていうのはやっぱりスノボーとかスケボーで、うん、やってますから、トリックしたりね、うんうん、あれがねオープンワールド化したらマジで楽しいでしょ。激アツだなこれ ね、 うわ、ね、でこうあの脚本家のイアン・フリンさんが、うんうん、あの展開しているアメコミシリーズでは、うん、エクストリームギアが普通に登場するんですよ。あ、そうなんだ。ソニック世界の乗り物として普通に使われているんですね、うん、おなんで今回イアン・フリンさん脚本ってなった時に、ね、あれエクストリームギアは絶対思うところあるよね。絶対 あるんですよ、うん、イアン・フリンさんの中にこれ使えるぞっていうのは。なるほど、期待しちゃうよね。頼むよ、出してくれたらマジで嬉しいです、ね、これすげえ楽しみだ ねあとはまあそのソニックのカスタマイズ要素、要はソニック生身でなんかできることは限られちゃうけれども、うん、やっぱりパワーアップアイテムでできることを増やしたりっていうのは各作にもあったし、うんうん、ライトダッシュができるようになったりとかね、うんうんうん、あったし、まあ、新ソニック、まあ、ソニック・ザ・ジョグ2006って呼ばれてる、まあ、ゲームがあるんですけど、うん、あそこではこうシューズにジェムっていう、まあ、宝石を組み込むことによって新しいアクションができますよっていうのがあって、うん、でそれで、まあ、あのガンドライブっていう技があるんですけど、ガンドライブ、はい、うん、あのジェムをこう好きなところに投げると、うん、そのジェムの方向に向かってすっ飛んでいくみたいな、そういうアクションがあるんですよ。エンダーパールみたいな、こう投げたところにワープするみたいなイメージだ。そうなんですよ、まあ、ワープっていうか本当にもうその身一つ突っ込んでいくみたいな、ちょっとなんかシュールなやつがあるんですけど、あれもなかなか使えそうだなと、可能性を感じるアクションですし。なるほど。あとは、一つちょっと思うのは、うん、まあ、ソニックのやっぱりスピードって制御難しいじゃないですか。まあそうだよね、うんうん、まあ、あのスピードを生かして縦横無尽に走り回りたいなっていう思いはみんな持ってると思うんだけど、うん、小回りは効かないなって正直思うんですよ。まあ確かにそうだな、うんうんうん、キュッて曲がったりとかって結構難しいじゃないですか。そうだね。でもそういうアクションって結構ムービーシーンとかだとあの普通にソニックやってるんですよ。なるほど。シュッて曲がったりとかシュッて引き返したりとか、うんうん、あのソニック CD のオープニングとかを思い出してもらうと思うんですけど、こう山をクーってスパイラルにこう回っていって、うん、こうなんか突起のところをこうなんかひょってシュタッて立つみたいな、ね、立つみたいな、うん、ああいうアクションが再現できたらめちゃくちゃソニックになりきれるなっていう、まあ、確かにそうだけどね思ってて、うん、それどうにかうまくできないのかなと思った時に、うん、まあ
キングダムハーツってありますよ ね、 あるね、 ねスクエアエニックスの、うん、あのキングダムハーツってリアクションコマンドっていうのがあるんですけど、はあはあはあ、戦闘中にあの特定のシチュエーションでリアクションコマンドっていうのを発動すると、うん、なんか急にこうムービーシーンみたいのに切り替わってこうなんかすげえシネマティックに動くんですよ、うんうん、空とかドナルド・グーフィーがある、ね、うん、でなんか本当に自分で操作してないんだけど、うん、発動してるのは自分だし、うん、リアルタイムにその後またゲームが進んでいくからすげえなんか自分がめちゃくちゃかっこよく戦ってるみたいな演出なんですよね、はあはあはあ、っていうのをこのソニックでもできれば、うん、例えば特定の場所に行った時になんかボタンを押すとソニックがグイーンって走り出して、うん、なんかかっこいいポーズをしてまたシュタって走り始めるみたいな、なるほどね、でそこからまたシームレスに自分が操作できるとかなったら、うん、すげえかっこよくないですか。かっこいい。なんかそのゲームシステムでは再現できないところを逆にシステムで保管するみたいな、うん、こうなんかね、岩と岩の間をシュッ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 ってこう分かるかな、うん、三角飛びみたいにこう動いてみたりだとかっていうのは、はいはいはい、なんかそういう工夫をすればできそうかな。特殊な動きをさせる仕組みがあればなんかまたそれはそれで面白いのかなと。なるほど、思います、ね、ただ広いステージをバーッと直線に走るだけじゃなくて、うん、そういう機敏なアクションを見せるためのなんか工夫があると、うん、ちょっとまあこう見え方が変わってくるんじゃないか、うん、そういう話だよね。そうですね、見栄えがするんじゃないかなと思いますね、うんうんうん、はい、続いて今作の舞台についてですね、うん、舞台、はい、まあ、こちらも海外公式サイトの情報なんですけど、うん、スターホールアイランドと呼ばれる場所を冒険するらしいです、うんうんうん、これしか情報がないんですけど、星の降る島というところでしょうかね。なんですかね、うん、まあ、朽ち果てた遺跡群とか、うん、まあ、豊かな自然っていうイメージが多分映像からは見て取れたんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、まあ、気になる要素としてはこうなんか螺旋形の足場がある高い塔がバーッと出てきてたんじゃないかなと、うん、あったね、思うんですよね、うん、でしかも同じ形の塔が遠くの方にもあるんですよ、うん、なんかやっぱりゼルダのブレスオブザワイルドをちょっと感じちゃうよね。あー、シーカータワー的なやつだ。そうそうそう、シーカータワーを巡っていって地図を解放するみたいな感じじゃないですか、うんうんうん、結構まあ、 あのオープンワールドゲームには高い塔っていうのがあるあるなんで、うん、まあ今作でもそれがあるんだなっていう、うん、まあ、感じですよね。なるほど。他にはこうなんだろうな、円形の型が開いたみたいな、なんか穴が開いているオブジェみたいのがやっぱりあるんですけど、うんうん、これも結構重要そうだなって思っていて、うん、なんかその穴のところにエネルギーが溜まっているオブジェもあるんですよ、うん、なんかそれは絶対あるだろうと、なんか絡んできそうですよ ね、 そうだね、うん、確かに、ね、あの石像はなんかキーアイテムになりそうだよね、うんうん、でただそのよく見るとすげえ真新しそうな橋が出てくるシーンがあって、うんうん、だから新しい建造物もあるんだなと、うんうん、でまあ個人的にはねソニックのステージっていうと、うん、こう高層ビル群のステージ、うんうん、スピードハイウェイですとか、うん、まあシティエスケープ、うん、ラジカルハイウェイとか、うんうん、ああいうステージもやっぱり好きなんで、まあそうだね、まあ難しいかなと思うんですけどまああったら嬉しいですよね、うんうん、なんかオープンワールドでその街をこうババババって走れるみたいなステージがあったらすごい嬉しいんですけど、うん、そうだ ね、 ね、そこはどうなんですかね。なるほどな、うん、ちょっと映像からはねだいぶ自然豊かな島みたいな感じだったから、うん、そうですね、あのこう摩天楼のイメージとはちょっとかけ離れてたけど、うん、そんなのもあったら嬉しいね。そうですね、うん、個人的には、うん、そのオープンワールド、まあ、ゼルダとかやってて、うん、街が好きなんですよ。街、はい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 、というか村っていうのかな、うん、拠点が好きなんですよ。そう、明智は街が好きということなんですけどはいはい、いただきましたけど、はい、なんかねこう広大ななんか寂しいあの世界をこう歩いてた時に、うん、なんかこう人が集まっている村がポツンとあってそこにこうたどり着いた時のなんていうんですかね、うん、この高揚感というか、わかる、ちょっと安心するし、ね、なんかそこのコミュニティを見て回るのとかもすごい楽しいよね、うんうん、そうなんですよね、うん、だから今作もちょっとそういう要素があったらいいなとは思ってまして、うん、なるほど。でそれで思うのは、うん、やっぱりあのチャオですね。お、うん、今回まあ川村さんが参加してるっていうことなんで、うん、またあのソニックアドベンチャーのチャオガーデンみたいなこういうちょっとチャオと交流できるようななんか癒しゾーンがあったらちょっと面白いなと。いいね、まあ、チャオもねこういう古代の世界で、まあ、自然豊かなところでしか生きられないみたいな設定もあるキャラクターなんで、うん、ほうほう、まあ、世界観としても違和感はないのかなと思ってます。なるほど、うん、で続いて敵について、まあ、これも映像に出てきている情報からなんですけど、うん、なんかねこう紫のオーラをまとった飛行物体みたいなのがソニックを追いかけてるシーンから始まるんですよね、うん、映像は、うん、であとは最後になんかもう
めちゃくちゃでかい敵がボーンって落ちてきてみたいな、いたエヴァンゲリオンみたいな、そうあったね、使徒みたいなやつがね、うん、明らかになんか今までのエネミーとは違う、エッグマンが作ったロボットではないなっていう、確かにキャラクターが出てきてましたけど、ちょっと規模違ったよね。うん、まあ何も分かんないですねこれは。まあそうだね、何なんだろうなっていう、映像の情報までだもんね。あ、まあ予想するにしてもっていう感じなんですけど、うん、一応その紫のオーラが何なのかっていうのはちょっとあって、飛行物体がまとってた紫のオーラをソニックもまとってこうダッシュするみたいなシーンがありましたけど、あったあった、なんかその時のこうエフェクトとか、うん、こうボボボボボボボみたいな音そうね、あれが、うん、その過去作に出てきたファントムルビーっていうアイテム、ソニックマニアとかソニックフォースに出てくるアイテムなんですけど、うんうん、これをすごいなんか彷彿とさせるんですよね。あ、ファントムルビー、うん、まあちょっと違うんだけど、なんかこうエフェクトが四角いキューブ型だったりとか、うんうん、色がピンクだったりとかっていうのがすごいファントムルビーなんですよ。うん、でなんかファントムルビーって仮想現実の世界を実現させるみたいな、そういう能力を持っている、まあ、アイテムだったんで、なんか今作ももしかしたらちょっと仮想現実みたいな要素が入ってくんのかなと、ほうほう、なんかソニックがダッシュする時のエフェクトもちょっとサイバーっぽいエフェクトもあって、そうだね、うん、やっぱりファントムルビーっぽいなっていうのはあるんですよ。なるほど、うん、なんで、まあ、もしかしたらそのファントムルビーに関係するような敵とかが出てくるんじゃないかなとはちょっと感じてますね。へー、うん、なるほどね。まあ、でもマジでこれは全然わかんないです、うん、まだちょっとこれは続報に期待という感じですね。なるほど、はい、続いてストーリー、はい、これもまあ全然まだわかんないんですけど、うん、まあ、久々に島が舞台ということなんで、ほうほうほう、まあ、ソニックはねクラシックシリーズはいろんな島を冒険してきたシリーズでしたから、うん、まあ、久々に島が来たなという感じですよ、ね、まずは、うん、で、まあね、これは明智のオタク知識になっちゃうんですけど、なんかその島の物語っていうのが過去の作品のマニュアルとかには出てきていて、うん、その中にそのリングに刻まれた古代文字に、まあ、まつわる話っていうのがあって、ソニック の, あのリングっていうアイテムには、うん、なんかその古代の文明とのつながりがあるらしくて、まあ、カオスエメラルドとかともすごい密接な関係があるらしいアイテムなんですね、実は。そ う, そういう裏設定があるんですよ、うん、でその過去の島々、出てきた島々、アックルズの住んでるエンジェルアイランドとかも含めてだけど、うん、そのカオスエメラルドによって滅亡した文明の島なんですね、あれって実は。ほうほう、うん、そうで、カオスエメラルドの力が暴走した時に、天空から伝説の神々が舞い降りてきて、うん、文明を破壊するっていう、そういうなんか神話があるんですよ。あったんですね、うん、だからあの最後のでかい敵とかって明らかに異質じゃないですか。あれがもしそのカオスエメラルドの力を暴走させた時に出てくる神々とかだったら、うん、めちゃくちゃ熱くないこの展開っていう、バーサス神という状態。そうですね、ソニックバーサス伝説の神々、ちょっとスケールが今までエッグマン相手にみたいなさ、ね、状態だったところからバーサス神ってスケールが全然違えよ、ね、どうなっちゃうんだこれ。ちょっとね、まあ飛躍しすぎかなとも思うんすけど、うんうん、まあなんかその島が舞台だとか、うん、古代の文明の朽ち果てた遺跡とかっていう、まあディティールを見た時に、うん、あーなんか懐かしい感じがするなと。このストーリー振り下げてくれたら昔の厄介オタクは大歓喜ですよということなんですけど、思うとこあんだ、古き良きオタクとしては、はい、そうですね、あ、まあ、別に全然これはあの勝手な想像なんで、うん、まあ、分かんないですけどね、うん、まあ、こうなったらすごい面白いなと思ってます。神殺しの展開、はい、交互期待というところで、はい、続いてキャラクターについてですね。キャラクター、はい、うん、まあ、今回、今のところソニックしか出てきてないですね。そうだね、うん、あのテイルス、まあ、エッグマンは結構どのシリーズにも皆勤色で出てますけど、うん、今作ではまあ敵のその感じも含めて全然エッグマンの影も感じられないというか、うん、だからどうなるのかなっていう感じですよね。確かに、うん、まあ、たくさんキャラ出てきてほしいなっていう気持ちもあるんですけど、うん、まあ、今回は結構新しい要素に目が行くんで、うん、まあ、正直まあオールスターっていうよりはまあ新しいそのキャラクターにも期待したいなと。あ、うん、なるほど。今後レギュラー化できるぐらいのポテンシャルを持った、まあ、新キャラクターが登場してくれたら、まあ、ちょっといいなと思ってるんですよね。あとはまあソニックを導く謎の声ですよね。あったね、天からの声みたいな。そうなんですよ、うんうん、ソニック こっちよみたいな、うん、まあ、ソニックのことも知ってるみたいでしたけど、うん、まああれエミーの声っていう説が有力ですよね。あ、エミーちゃんの声だったよね。もうどう考えても、まあ、エミーの声なんですよ、うんうん、あの声優の川田さんっていう方の、うん、まあ、声なんですよね。ほうほう、うん、なんで、まあ、エミーという説が有力なんですが、そうなんだ、うん、まだ分かんないですこれも。うん、あ、ここがちょっとなんか不自然なんですよね。ほう、というと、うん、まあ、
まずエミーなのかエミーじゃないのかっていうことなんですけど、うん、まあ、仮にエミーだとしましょう、うん、エミーだとした時に、なんかその俺はエミーですよって分からせてない理由がよく分からないというか、別にエミーでいいじゃないですかみたいな。ほんと声色だけだったもんね、ビジュアルとして出てなかったから、うん、まあ、誰か分かんないっていう状態だったけど、うん、そうなんですよ。でテイルスとかエッグマンとかも登場してれば、うん、あ、いろんなキャラ出てくるのね、エミーも出てくるのねで済むんだけど、うん、こんなに全然おなじみのキャラが出てこない中で、あえてエミーの声だけがして、でソニックも喋ってないですからね、うん、エミーだけの声がして、うん、でなおかつそのエミーですよってことを明かさないっていうのは何なんだろうなと、うん、どういう意図があるんだろうなっていうのはちょっとあって、不思議だね、うん、でまあ、エミーだとしたらじゃあどういう存在なんですかっていうことですけど、うん、まあ、ソニックを導いてたんで、なんかそういうナビゲーションキャラみたいなことなのかなっていうのがまずありますよね、うん、前作にあたるソニックフォースっていうのは、うん、まあ、レジスタンスとしてソニックキャラクターたちがこうみんなで戦うっていうストーリーでしたけど、うんうん、今回も脚本やってるイアン・フリンさんが手掛けているアメコミっていうのはソニックフォースの後の話を描いた物語なんですね。そこで明かされてることとしては、まあ、エッグマンの戦いを終えてレジスタンスは、まあ、一応解散するんですけど、うん、一応その壊された世界を復興するためにまだ頑張ってるんですよ、うんうんうん、でそのリーダーを務めてたナックルズはもうさっさと自分の持ち場エンジェルアイランドに戻っちゃったんで、うん、まあ、その後任として一応エミーちゃんがレジスタンスリーダーとしてそのソニックやテイルスたちにこう、まあ、指示をしながら、うん、復興しているっていうストーリーが実は描かれてるんですね。なんで、まあ、イアン・フリンさんが脚本してるからっていうのはちょっと考えすぎかもしれないですけど、うん、まあ、エミーがそのソニックフォースの続きとしてね、まあ、ソニックに指示を出してるっていう説も、まあ、あるのかなと。なるほどな、いうことではあるんですが、うんうんうん、まあ、そういうことを考えても、まあ、エミーっていう説が有力です。普通に明智としてもエミだろうとは思ってるんですけど、うん、まあ、声がそうだしなっていうことだよね、うん、まあでもちょっと不自然だなと。なるほど。逆にじゃあエミじゃないとしたら誰なんだっていうことなんですけど、うん、まあエミじゃないっていうことはまあないのかなとは思うんですけど、うん、これは一応そのソニックシリーズでその声優さんがあるキャラクターとは別のキャラクターを演じるみたいなことは過去ないんですよ。なるほど、うん、ほうほうほう。まあ細かいことを言えば、スティックスの声を演じてた結城葵さんが、うん、女性版アバターの声を演じてたりとかってことはあるんですけど、うんうん、まあなんかキャラクターとして別のキャラを演じるみたいなことは多分なかったはずなんですね、うん、でなおかつその川田さんなんてエミをアドベンチャーの頃からも最初からずっとやってますから。なるほど。うん、途中で交代してないし、うんうん、それがまた全然違うキャラクターを急にやるっていうのはまああんまりないよねと。じゃあもう十中八九エミーはエミーだろうと、うん、とは思うんですけど、うん、でもまあエミーっていうことを固くなに隠してるっていうのもあるんで、うん、もしあり得るとしたらエミーと全く同じ姿形をしてたりとか、うん、エミーと何らかのつながりがある別のキャラクターなんじゃないか、うん、っていうのもちょっとありそうだなと。なるほどね、うん、ドッペルゲンガー的に。そうなんですよね、うん、なんかだからまあエミーがねソニックと間違えてシャドウになんかくっついたりとかシルバーにくっついたりとかっていうのありましたけど、うんうん、今回逆にソニックがエミーだと思ってたらエミーじゃなかったみたいなキャラが出てきて、そのキャラを、まあ、川田さんがやってるんだとしたら、うん、まあ、それはなんか納得感あるなと。なるほどな、思うんですよ、うん、でもしかしたらエミーだけじゃなくてソニックとかテイルスとかエッグマンの似てるキャラクターとかが出てくるみたいなこともありえますよね。そうなってくると。なるほどね、うん、こうエミーちゃんがソニックとシャドウを間違えててんやわんやの時みてえに、うん、なんかあエミーだと思ってデレデレしてくると思ったら全然違う子でちょっとそっけなくされる傷つくそうみたいな面白いな、可愛い展開これ期待したいですね。それあったらちょっと面白い ね、 いいね、あ萌えだよねこれは。そうっすね、逆にみたいだね。なるほどね。でもちょっと俺さ、まあ、ここまでの話聞いてさ、うん、ファントムルビーが仮想現実の力を司ってるみたいな話もあったでしょ、うんうん、だからソニックがいる世界自体がバーチャルで、うんうん、エミーはその外の世界から声をかけてるんじゃないかみたいなことも考えちゃったりしたんだけど。なるほど、マトリックス的なね、的なね、こういうことですよね、うん、あーまあそれもねありますよね。ちょっと素人考察になるんだけど、うんうん、そんなも面白いなって、ね、まあうん、まあサイバーな感じだからもしかしたらそのなんていうのか電脳空間みたいなね、うん、こともありそうっすよね。そうなんだよね、うん、なんか面白いね、そういう考察全然ありなんじゃないですか、うん、なんかさ、うん、遺跡の建材の中にさ、こうやっぱこうサイバーななんか基板みたいなのが流れてるみたいなのとかも映像で見えたんで、確かにね、そもそもあれは人工的な世界なんじゃないかっていう説ね。なるほどね。なんかそれだとキャッチコピーなんかもなんか面白い感じになりそうですね。
キャッチコピーの話ちょっとしていいですか。あ、もちろん。はい、キャッチコピーなんですけど、うん、あの風が運ぶは声なき声。うわ、なんか含むね。何これは。風が運ぶは声なき声 ね谷川俊太郎みたいな感じですか。すごい詩的なキャッチコピー、ね、でこれ何を意味するのかなっていうのはすごい多分考察のしがいがあると思うんですけど、うん、まあね、運ぶっていうキーワード、うんうん、これもなんかすごい遊びに通ずるよう なんかヒントになりそうなワードだなと思ってて、うんうんうん、まあその運ぶっていうとなんかいろんなところを巡っていって届けるみたいなところがありそうですよね。確かに、うんうん、で、まあ、風は、まあ、おそらくソニックを表してるんじゃないかなと、うん、ちょっと深読みしてます、うん、まあ、ソニックを風っていう風にこう表現するっていうのは結構あったんですよ、過去作でも。あ、そうなんだ、うんうんうん、で声なき声、これはまあ人々の思いとか願いのことなのかなと思ってまして、今回の舞台ってあのスターホールアイランドっていう名前じゃないですか、うん、まあ、スターホールっていう言葉はないんですけど、うん、まあ、ホーリングスターって流れ星っていうことなんですよ、うんうんうん、で流れ星といえば願い事ですよね。確かに、うん、ってなった時にこのなんか声なき声願いだとしたら、うん、まあ、風が運ぶソニックが、まあ、各地を巡り回って、でその願いをこう叶えていくというか、運んでいくというか聞き回ってこうなんか叶えていくみたいな、うんうん、でソニックが流星みたいな扱いを受けるっていうんですかね。なるほど、うん、みたいな妄想しました。はっきりと物申しましたけど妄想してしまいましたね。なるほど、うん、まあね、なんかその各地の人々の願いを聞くなんていうのは、まあ、オープンワールドでいうとサブクエスト的なね、いろんなこう横道それ案件みたいなことにもつながるのかなと思いますし、まあ、メインシナリオとしてもそういうなんか願いを叶えるみたいなことが、まあ、あるのかなと。なるほどね、思いましたね。うん、なんかそのさっきの電脳空間みたいな話、仮想空間みたいな話、うん、なんか誰かの願いによって生み出された世界とかっていう話になると、なんかそれを修復するじゃないけど、うん、なんか保管するためにソニックが行くことになったとか、なんかそういうこともあるのかなと。うわ、妄想がはかどるキャッチコピーだね。そうですね。なるほど。でこちら、海外サイトではどういう風に表現されてるのかなってちょっと気になったんで見てきたんですけど、確かに気になる。こちらですね、うん、スピードイントゥニューレルムスということで、うん、まあ、直訳するとスピードの新境地へ、うん、ということで、めちゃくちゃストレートでしたね。普通にそうか、うん、まあね、今回フロンティアなんていう、まあ、タイトルがついてますから、うん、まあ、新天地新境地ということで、うん、まあ、ニューレルムスっていうのは言い換えればフロンティアですよね、うんうんうん、でまあスピードの新境地へって取ることもできるし、うん、まあ、スピードをソニックの隠喩だとするんであれば、うん、ソニックが新しい大地にみたいな、新しい展開にみたいなことを表してるメッセージですよね、うん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 、ストレートっちゃストレートか、うんうん、まあちょっとね、日本との対比が出ましたけれども、うん、今回このなんかキャッチコピーっていうのもなんかなかったんですよ、今までこんなのは。うん、なんかちょっと面白いですよ ね、こういうのも、うん、まあ、そんなもんすかね、うん、なるほど、まあ、今のところ公開されている情報からこうなるんじゃないかっていう予想と、うん、まあ、ちょっと明智の妄想も含めたこう期待しますみたいな話は、まあ、以上と。面白かったいうことですね。なるほど。ちょっとめっちゃ語っちゃいましたけども。いやー、そうます。うん。いや、まあ、外れてたとしても、うん、ちょっとこういう妄想できること自体が楽しいんで。確かにね。うん、まだね、発売まで、まあ、1年近くありますから、うん、まあ、ちょこちょこって情報は公開されていくと思うんですけど、うん、ちょっと楽しんでいきたいなと、そうだね、思ってます。発売前が一番面白いんだから。そうですね。文化祭前みたいな。この時間を楽しみましょうよ、みんなで。そうだね。ことですよ。はい。いただきました。はい、ということでしたけれども、はい、いかがでしたでしょうか。いや、面白かった ね今出てるティザームービーなんてほんと数分なのにだいぶ広げましたね妄想を。これ本気出しましたよね。久しぶりのお祭りですからね。そうだね、うん、まあまあみんな思うところあると思うんで、うん、まあちょっとね、いろいろ盛り上がってもらえればと思うんですけど、うん、まあ、正直情報本当にまだ全然出てないんで、うん、まあなんとも言えないです。これはまず全然合ってない可能性もあるんですけど、うん、まあ一つ確実に言えるのは、うん、もう今作は今までにない全く新しいソニックになる、こういうことですよね。フロンティアという名に恥じぬ、うん、新しい展開を見せてくれるんじゃないかと。これは間違いないですね。なるほど。でも今作、まあ、ストーリーもね、まあ、もちろん気になりますよ。もう脚本も変わって、まあ、どうなるのかなって、まあ、ソニックフォースのストーリーがっていうのもありましたから、うんうん、まあ、ちょっとそこは期待大なんですが、うん、今回ばっかりやっぱりもうゲーム性ですね。なるほど。どうなるのかと、ここにもうとにかく注目
したいなと思ってますね。で、まあ、仮に、まあ、今作が大成功っていう結果にならなかったとしても、うん、このオープンワールドに挑戦してやるっていう、これはマジで次、まあ、ソニックシリーズの今後につながる、まあ、重要な作品になるっていうことはもう絶対なんで、うん、この作品が出ますよって時点で、うん、もう大拍手ですよ。確かに新しい一歩を踏み出したぞという、うん、これ自体がもう歴史的アーカイブなんだっていうことね。そうなんですよね。なるほど、うん、もうだからもういいです。もう待っちゃってんじゃん。いや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 。まあまあね、どうなるかっていうのを楽しみに今後もやっていきたいなと思うんですけど、ね、うん、すごい楽しみ。史上初のオープンワールドハイスピードプラットフォームアクションなれるのか、うん、オープンワールド全体で見てももう間違いないぞっていうゲームになれるのかっていうことに、まあ、期待していきたいなと思いますね。ですね、はい、楽しみ、まあ、うん、もうちょっとソニック本当に今年2022年、うん、すごい盛り上がってますから、うんうん、そうだね、いろんなイベントも控えてるんで、うん、まあ、あけたまゲームスの方でもね、うん、まあ、ソニックネタをどん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 ちょっと投下していって、うん、この祭りを一緒に盛り上げていきたいなと行きたい思っておりますので、うん、まあ、今回の動画、いいなと思った人は、まあ、高評価、まあ、コメントなんかもねどしどしやっていただいて、うん、まあ、あわよくばチャンネル登録もねいただければなと、よろしくお願いいたします、思っております。はい、はい、まあこんな感じですかね。よろしいですか。はい、はい、ご視聴ありがとうございます。次回もよろしく。いや面白い、超楽しみだな、フロンティア。